こんにちは。川田です。朝会始めます。5月6日、月,月曜バージョンです。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。ということで、まあ、これね、バロンズネタなんですけども、この、ここで紹介されているファンマネーの銘柄選択、これいいなと思ったので、まあ、後で見て,見てください。そして、人生豊かやってまして、朝、え、練、ー、やってまして、メルマガもやっております。メディアは5月15日かな、あストックボイスで。 日日が日経 CNBC 電話ですそして、使用指数ですけども、まあ、金曜日、いいまあ、木金と結構上がりましたですよね。その結果ということで、週間ではまあプラスに転じたし、まあ、この半導体指数はマイナスなんですけどもね、5月、もう始まったところですけども、まあ、順調に上がっているということです。4月が悪かったですからね。そして、これが SP500 で、これがまあセクター、それからスタイル、エネルギーが安かった。 なんですよね、ここかな、一番注目はね。そして、えー、これが SP500 のおととしになりますか、2022年の年初から。まあ、高値から5.1%ぐらい下がってたんですけども、先週は上がったんで2.4%ということです。ああ、これね、えー、っとまた、えー、っと私はですね、ここを、えー、っと縮め、こうしないとダメなんですよね。これでいいのかな。はいそして えっとこれが均等荷重と時価総額ウェイト、まあ、そうでもあんまり変わ,り変わらないですね。でこれはその比率なんですけども、ここもそんなに変わってません。ナスダック100ですけども、これも7%強でしたっけ、えー、っと高値から下がってたんですよね。ですけども、先週の上げでですね、ぐっと縮まって、高値からは2.4%下落のところまで下げを縮めています。 そしてこれが M7、マグニフィセント7ですけども、まあほら、先週おおむね、しかもテスラなんかもこれ上がった、アップルも手にかけて上がったんですかね、あの金曜日、決算出てからですね。そしてこれがナスダック100の対数です。でこれが東証ですけど、東証はです、ね、木曜日以降、金曜日以降休みですから、株価の値上がりと円高がですねこれには反映されてない格好です。そしてこれが VGT ですけども、 これはななんかおとしいですよねでこれが VGT を999で割った1.17は、えー、先々週と同じだったと思います。そしてこれが半導体指数、高値から16%強下がってたんですけども、先週は結構、このほらいわゆる白棒で上がってます。高値からの下落率は8.7%にまで縮めています。 そして、これが個別銘柄ですけども、NVIDIA も上がってる、おおむねキュッと上がってますよね。でこれがビックス指数ですけど、なんと13.48にまでまあ下落してきた、低下してきたという格好です。ビックス指数の持つ意味には、ここにこう変えとけばいいかなと思ったんですよね。これを3.5で割れば1年のということですし10、16で割ればざっくり1日の、まあ、 動き上下に動く、ワンシンはつまり、ね、約68%がこの範囲で起こるということを想定しているということですね。でえー、っとあとは、ですねここまでずっとまあ為替ですかね、えー、っと今15、151円台でしょうか、でこれが金利、まああの、少し下がったんですよね、4.5%、これ、10年歳が4.5%ぐらいまで。その 1>, 1週間前はですね4.6とか7ぐらいまででしたから、少し利回りが、まあ、債券が買われているという格好になります。2年債も4.808、先々週でしたっけ、今となっちゃう、えっ、ー、と5%突っかけてましたからね。で、これがこの1週間のですね、えっ、ー、とまあこれ、イールドカーブの形状の変更、つまり、<laughs> 今はですね、債券が買われて、特にあの雇用統計が出てですね、債権が買われたことでですね、これが2年債、これが10年債、3ヶ月はほとんど変わらずということで、ずっと債券が買われた格好になります。で、その結果ですね、10年、2年はですね、そんなに変わらない。つまり、この10年も2年も同じように買われたからと。一方、10年と3ヶ月はですね、こういうふうに下がってる。 これは、えーとまあ、逆座を深めたことになりますが、えー、10年債が買われて金利が下がったからというふうに解釈できます。そしてこれが、まあ、あとは、えー、5月15日に <coughs> CPI、そして次の FOMC は6月10日で11と12です。で、えーっとまあ、ヘッドウォッチですけども、シカゴ連銀のグルズビー,、えー、この人がですね、えー、ドットチャートに,ですについて、 各メンバーの経済見通しなんかも含めて内容を充実させるべきだというふうなことを言ったっていうんですよね。まあ、そのつまりドットチャートの,の変更をですね各委員がどういう根拠でやったのか、少しそれをですね、えーまあ、文字、もしくは文字媒体で発表したらどうだというようなことだというふうに思います。で、これはですね、えー、と金曜日の、えー、と雇用統計を受けてなんでしょうけども。 6月時点で利下げの確率がぐっと少し高まりましたですよね。そしてこれがグールズビーさん。で、これ、12月末ではですね、これが5.5の、えーっとまあ、維持した場合にはここ、それ1回、2回、3回と、まあ、ここが前がここでしたから、まあ、1回、2回、こうずっとこう2回っていうのがこう増えてきましたですよね。まあ、そんなようなことです。ここがほら、年内2回の利下げを予想ということです。 でえっと、これはニューヨーク連銀のウィ,ウィリアムズ総裁、2%の物価目標は極めて重要だと言ったのに対し、サマーズさんは、元財務長官のサマーズさんはです、ね、同じ会合で、つまりスタンフォードのフーバー研究所での会合で,です、ね、この2%の物価目標を取り下げるべきだと提言したということなんですよね。まあ、サマーズさんは何かとメディアで取り上げられるんですけども、 ずっとこの、F、今の FRB にはずいぶん批判的なスタンスを維持しています。で、これがウィリアムズ総裁です。で、これは、えっと、予想インフレ率ですね、これはあんまり変わらないんですよね。実質金利はですね、ここ変わらない。これも少し下がってます。これは5年の実質金利ですね。で、これ GDP などですけども、2日に改定されたものを見ますと、引き続き、まあ、第二四半期、今期ですよね、3.3%、まあ、ですから、非常に強いっていうのを維持しています。 次回の改定が、まあ、5月8日ですで住宅金利、これがですねまた上がってるんですよね。これ日経新聞でも、住宅価格がですね過去最高を更新し続けている。まあ、要は安い金利で借りたのをみんな手放さないから、住宅市場に中古住宅物件がですね、えー、供給されないということが問題だというようなことだということなんですよね。でこれガソリンは少し、まあ、横ばいかな まあこんな感じですでこれがドル指数で若干下がりましたね。で、これがブレント、これも少し下がりました。まあ、銅は上がったままですね。で、これが主要、えー、指数ですけども、えーっとまあ、これは過去5日間、キュッと金曜日に上がりました。過去1ヶ月でもキュッと上がってる。それから年初来では半導体。そして過去1年でも半導体。で、セクター別ではユーティリティが高かったんですよね。 でハイテク、コミュニケーションサービス、そして不動産ということです。安かったのはこれエネルギーですよね。過去1ヶ月ではユーティリティが高い、そしてこの年初来ではですね、コミュニケーションサービス、それからエネルギー、まあ、資本財ということになります。そして過去1年もこんな感じ。でこれは主要指数ですが、海外、特に日本はですね、えっと、金曜日まで含んでいるはずなんですけども、 株価も下落したけども、えー、っとこれ、円高になりましたからね、その分、多分5月はこれを含んでるということだと思います。年初来では7.98%、まあ、ちょうど SP と一緒ですよね、ナスダックなんかよりは、まあ、優れてると、まあ、高いという格好です。ドル円、また出てきました。で、えー、っとこれがえっとドル円、円が高くなったからということなんでしょうか。 年初来ではです、ね、日本株のドル建ての日本株はです、ね、インドやフランス、そして SP500、アメリカよりも高いという格好です。過去1年ではです、ね、ジャパンはまあこんなところにおります。そして AAII はです、ね、まあ、少し強気が高まったということです。大統領サイクルでは今年は高い、確率も高いなんですが、まあ、第1四半期に結構上げましたから、 あのまま横ばいでもですねこれくらいは達成できるという格好になります。まあ、こんな感じで,、はい、で、あとはですね、ワクシャハサウェイの年次株主総会の実況中継がずっと日本時間の土曜日の夜の10時半から日曜の朝5時半ぐらいまでやってたんじゃないですかね。私が、えっと、これを見た時はですね、ずっとバフェットが一人で喋ってたのと、 CNBC のキャスターのベッキー・クイックという女性のキャスターですね、この人はあの司会みたいなことをやってましたですね、まあ、非常に、まあ、こ,のこんなに元気な、色艶はこれほどでもないですけども、も非常にしっかりとしゃべって、まあまあ、いける伝説ですよねという印象がしました。はい、で、えー、バロンズ・ダイジェストですけども、バロンズは、ね、一番はです、ね、恒例のビッグマネーポール。 これは機関投資家120人に聞いたアンケート調査なんですけども、えー、と結論から言うと非常に強いということなんですよね、まああの。ベストシナリオ、つまり景気後退に陥らずに利下げがあって、しかも企業業績もそこそこいいということで,です、ね、ゴールディロックスっていうのかどうか分かりませんけども、ここからはです、ね、えー、その下げるその理由、売る理由が見当たらないという人がちょ、えー、と強気派のです、ね、楽観シナリオ。ちょっと強 強すぎるかなと思いながら、ですねやっぱり金利が5%もあると、MMF に大,大量の資金が滞留しているということで、いつでも株を買うぞというような体制の人が多いというようなことを背景にしているかなと思いました。あと2番目は、です Adobe なんですよね、これ、年初来19%下がってるんですけども、これについて強気の記事だったんですよね。あとあの冒頭言ったですね3番目のインタビューのヘッジファンドマネージャー。 えっと、このファンドがです、ね、2001年から年率15%で、えー、SP500 を5%年率ですね、上回っているという超人的なファンドです。まあ、あのやってみると分かるんですけども、そんなに年率15%っていうのはですね簡単じゃないですよね。ちなみにバフェットは59年間ですか、えー、19.8%、これはなんかちょっと異常値ですよね。最初の30年で とんでもないリターンが結構あったんですけども、過去20年では彼も人並み、SP500 と一緒ぐらい。そして、このヘッジファンドマネージャーはですね、まあ、これ後で紹介しますけども、銘柄8つしか今株買ってないんですよね。この8つの銘柄がですね、えー、もう非常にパフォーマンスがいいので、早い話、これを8つそのまま買えば。 皆さんもこの人に追随できるという理屈になります。まあ、ただやってみると、どうしてもいろんなノイズが入るしということではあるんですけどもね。あと番4番目はバーベルポートフォリオ。今の金利環境を鑑みると、まあ、景気敏感とディフェンシブ、そして真ん中にですね、バーベルの右左に今言ったセクター、そして真ん中に債券ということなんですけども、これは実際やるのは難しいですね。あのやってみるとよくわかります。そんなふうにならないんですよね。 あとはですね、えー、と6番がアップルです、まあ。アップルは結果的には、えー、と株価は金曜日に6%ぐらい上げましたよね。だけども、その中で3つ控えめな楽観シナリオ、楽観材料、2つ、えー、極めて深刻な、まあ、悲観材料というようなことで取り上げてました。そしてこれ 8番のコラム、これはですね、えー、直近はですねマーケットの引け際にですねきゅっと売られるところがあると、これが何を意味するかというようなあのことでしたですね。あと、パラマントグローバル、これはあのバフェットも売っちゃったんですよね、これで、ね、で、これはあのうっとなんていう会社でしえー、スカイダンスでしたっけ、えー、オラクルのラリー・エリソンの長男あの、お子さんがやってるファンドがですね、 買収交渉をしてたんですけども、直近のニュースだと、これが交渉破断っていうんですか、決裂してですね、今度はアポログローバルマネジメントとソニーが新たな買収提案、4兆円の絵ですかね、というのが報じられてますですよね。これ、アドビですもうこのファイアフライっていうんですか、これが鍵になるというようなことなんですけども。 ははは下がっててるんんででですすすけどもここれは悪くないんじゃないいいじゃかねねとととし、ね、というとですそれからこのねバーレー・フォース・キャピタル・マネジメントこれが先ほど言ったですね8銘柄しか持たんのに極めてパフォーマンスがいいこの人はねなんかねハーバードの医学部を出て医者,に医者のライセンスを取ったんでしょうけども、えー、となかなかその自分でキャリア まあ将来が見えないということで、金、ま、税、あ、に行って、その後ファンドを立ち上げたと。えっ、ー、と、銘柄はね、この8つ、後でよく見てください。そして、えっ、ーえー、とね、この後でチャート見ますけどね、こんな感じ。ここが、えっ、ー、と、過去、これ1年か。えっ、ー、と、SP500 がここですよね。ナスダックがここ。で、この FICO、えっ、ー、と、このこれ、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 えっ、ー、と、フェアアイザックっていうんですか。 融資の,の,の、アメリカ人は有志のなんかスコアを受け取りますよねこの。これをやってる会社で、クレジット評価の会社ですよね。で、こ,これ、Intuit とかですね、分かりやすい銘柄なのに、こうやってこうなってると。で、この五年、過去5年ではですね、ASML、FICO、Intuit、で、ここに Nasdaq100 がありますよね。ダメなのは、このビザと、それから AZPN って何でしたっけ ?AZPN、これ、アスペンテクノロジーっていうんですかだけども、これがですね、もう少し長い、まあ、彼はほとんど、あんまり回転飽きないしないっていうことなんですけどね、飽きないって、ポートフォリオの入れ替えは少ないっていうことなんですけども、この FICO なんかはこれ、えー、っと60倍ですか、ね、それから ASM、まあ、こんな感じで、SP500 がここ。 ナスダック100がここですから、まあ、非常に分かりやすい銘柄で、こんだけ、まあ、稼いでいるということです。まあ、参考になると思います。そして、これが先ほど言ったバーベルポートフォリオ、そして、これがハイテクアップルのこと、そして、これがコラム、えー、とヒケニアにまにマーケットを売られているその理由ですよね。で、まあ、目先の材料として、15日に CPI、22日に NVIDIA の決算、31日に PCE 価格指数ですよね。で、えーっと、大型ハイテクの決算発表で、えー、メタでは下げましたけど、あとはおおむねしっかりしてますよね。まあ、これがチャートです、まあ。メタがここですね。アップルがここですよね。はい、で、まあ、ほとんど決算はですね、大どころは出終わりましたということで、5月、今、6日の週ですから、ここです。 今言った、ウォルマート、今言ってませんけど、ウォルマートが16日なんですエノビディアが22日という格好です。そして、この予定はですね、今週は FRB の交 FR 換がですね、何人か発言するっちいうんですよね、6日にリッチモンド連銀のバーキン総裁、そして、えー、っとニューヨーク連銀のウィリアム総裁、この人は頻繁に発言してますよね、それから、えー、っとクック理事、これが8日。 というようなことかと思います。また、グールズビーさんはですね、えっと、10日に発言します。で、7日時点で、えっとまあ、月曜日はあまり決算ないですから、えっと、SP500 の約4分の3の銘柄が第1クォーターの決算発表をすでに,に終了しているというようなことです。まあ、今週は何がありますかこんなところですね。はい。えっと、まあ、そんなところです。私のね、えっと、ポートはね、悪くないんですよ。だけども、もうなんかもう、あんまり。 あの見る気がしないという格好です。例えばどうですか。過去5日間私のこれえっ、ー、と SP500 がここでナスダック100がここ。まあアイデックスラボラトリーズがダメだったんですよね。だけど過去1ヶ月では C ディブラまあ、これは悪くないんですよね。だけどもダメ。なんかポートフォあの興味なくなくなってます。以上です。こんなとこかな。はいそれでは失礼します。ありがとうございました。